皆さんこんにちは。東京学館新潟高等学校生徒会長の石原二希です。生徒会副会長の引木花です。東京学館は私たち2人がご案内します。校訓自主自学の理念のもと、自分の可能性をどこまでも広げられる学校です。新潟駅南口から自転車で20分、去年創立40周年を迎えた東京学館新潟高等学校は、周囲を豊かな自然や富山形公園、さまざまなスポーツ施設に囲まれて、教育環境は抜群です。安全で便利なスクールバスは10のルートで運行、新潟市外からでも楽に通えます。静まり返った校内、東京学館の朝は始業前の全校一斉朝読書で始まります。気持ちが落ち着いた状態で授業に臨むと、学習への集中力が高まります。この活動は以前、文部科学大臣から読書活動優秀実践校として表彰されました。3年間の読書の積み重ねは、豊かな人間性を育んでくれます。東京学館では熱心な先生方の授業で、将来につながる確かな学力が身につきます。そして一人一人の進路の実現を叶えるために、多彩なコースが用意されているんです。東京学館では、入学してからの1年間で進路についての丁寧な指導を受け、2学年への進級時に希望の進路に応じたコースを選択します。このコース制の成果で、一人一人の進路の希望が達成されているのです。授業の充実はもちろん、進路講演会やさまざまな進学講習、大学を訪問しての研修や合宿勉強会などで、大学進学をはじめとする生徒一人一人の進路の実現をサポートします。また論理的にものを考える能力を伸ばす学習教材、論理エンジンを県内で唯一導入、物事に筋道を立てて考える力を育成し、学力向上はもちろん日本語力の養成を図っています。中学生の頃はと今の自分は本当に多分結構変わってて、高校生になってからは隙間時間とかを上手に使えてると思います。勉強合宿で細かいところとかも教わることができたり、勉強のリズムとかを身につけることができます。将来の夢は医療の道に進みたいと思っていて、その目標に向かって頑張らないといけないなとやっぱり今思っているので、進んで勉強をするように心がけています。今年は東北大学、新潟大学をはじめ、現役で国公立大学に78人が合格、私立大学にも460人が合格しました。国公立大学の合格者数は年々増え、過去最高の結果となりました。学館ピックアップ。東京学館では言葉の文化を大切にして、短歌の創作に全校で取り組んでいます。その成果がこちらの短歌集、入選作品を集めた13集です。毎年各種の短歌コンクールで多く受賞しています。国民文化祭の短歌部門で学校奨励賞を10回受賞、歌会始めでは7首が栄進歌として皇居の松の間で披講され、佳作にも8首が選ばれました。日常の高校生活から生まれる言葉の一つ一つが、豊かな感性をもたらしてくれます。文武両道の東京学館、部活動では新潟県スポーツ年間最優秀校を男子は18回、女子は4回受賞しています。人工芝のグラウンドに2つの体育館、ランニング走路、150畳の柔道場や剣道場など、各部活動に充実した設備が整っています。東京学館はインターハイや春高など全国大会にたくさん出場していて、自分もそこでプレーして活躍したいと思って選びました。放課後に TGN タイムっていう時間があって、
部活とかの関係で勉強の時間が取れない分、そういうところで補ってくれるのはとてもありがたいことだと思います。将来の夢は体育の先生になって、自分の生徒たちに体を動かす楽しさを教えてあげたいです。去年は陸上部が男子 100m でインターハイと国体の2冠を獲得。ダンス部は新潟県の最優秀校として全国大会に出場、審査員賞を受賞しました。文化系では吹奏楽部が西関東大会で2年連続金賞の快挙を成し遂げました。今年も男子テニス部が新潟県9連覇を達成し、男子バレーボール部、剣道部、新体操部が県総体での団体優勝しています。また学校行事も楽しいことがいっぱい。立花祭夏をはじめ、修学旅行にスキー実習、そして社会に貢献する卒業記念献血、さまざまな経験が青春の1ページを彩ってくれています。勉強に部活動、学校行事にも全力で取り組む東京学館。夢を叶えよう東京学館で。全ては君が輝くために。